カメガイルカマイオバトロチーデーは、カエルのトガの一つ、オーストラリアとニューギニアに分布する。大きさは様々で、1.5センチメートルより小さい種が、いる一方で、ミキシフェズ・ウェタラトゥースは12センチメートルを超え、オーストラリアで2番目に大きいカエルである。地上性、または、水性で、樹上性種はない。親がこう独特な方法で保護する種がある。 イブクロコモリガエル族の2種は、メスがオタマジャクシを飲み込みの中で変態するまで育てる。フクロガエルでは、オスが孵化まで卵を保護し、孵化したオタマジャクシを体側にある袋の中に収納し、同様に保育する。本家に特有ではないが、沼チガエル族の多くの種では、オスが乱海の近くの土中に潜り込んで卵を保護する行動が見られる。多くの種が穴を掘る習性を持ち、 寒気のある地域や半乾燥帯での生存が可能となっている。カメガエルや砂丘ガエルでは産卵は水中ではなく湿った砂中で行われ、お玉弱子の段階を経ずに卵から直接小ガエルが孵化する。指先には樹状性のカエルに見られるような吸盤はない。沼地ガエル赤ではメスは皮膚からの分泌物を手で撹拌して水上や地上に合わせを作る。 にあかに、約二十属百三十種が属する。角赤をトガに昇格させる場合もある。属の和名和による。次のような系統樹が得られている。ありがとうございます。